核テロリズムは核を利用したテロリズムである。国際原子力機関は核に関連するテロリズムとして以下の4つのケースを想定している。核兵器の盗難核物質の盗難による核兵器の製造放射性物質の盗難による汚い爆弾の製造原子力施設や放射性物質の輸送船などに対する妨害破壊行為核テロの概念自体は 冷戦時代から存在したものだが、冷戦終結後、旧ソ連諸国からの核物質流出の懸念を受けて、また2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降、その発生が危惧されているテロリズムである。実際の被害を及ぼすものに限らず、仮に放射線量が大したことがないレベルであっても、その心理的効果を狙って、テロが行われる可能性が考えられている。 2020年のアルメニアとアゼルバイジャン間のコゼリアイの間、アゼルバイジャンはアルメニアの原子力発電所へのミサイル攻撃を開始すると脅迫した。2012年3月現在、核テロリズムと思われる行為が実行されたことはないとされる。1990年代にはオウム真理教が核兵器の製造をもくろみ、ウラン鉱石の入手にも努めたが、 兵器の開発段階には全く至らなかった。しかし、テロ組織による核兵器は2001年10月にアルカアイダが旧ソ連製スーツケース型核爆弾を保有していると報じられている。1997年には旧ソ連時代の小型核がソ連崩壊後に100発所在不明となっており、これらがテロ組織にわたっている可能性も否定できない。 2002年5月8日、米国籍でアルカイダのメンバーとされるアブドラール・ムジャヒルはダーティーボムによるテロを計画していたとして逮捕された。2002年8月、アメリカはこれら兵器の原料となる物質がテロリストやならずモノ国家の手に落ちる危険性を減らすため、16カ国24カ所のソ連式原子炉の濃縮欄の追跡計画を始めた。 最初の作業はセルビアで行われたプロジェクトビンカで核兵器2個分に相当する大量の濃縮ウランをベオグラード近郊の研究路から取り除くものであった。2002年11月、核廃棄物を使った攻撃の危険を減らすため EU の委員のヨラデパラシオは特に新規加盟国で運用されている。 ソ連時代の原子炉からの地価格廃棄物処分のため EU の共通基準の作成を提案した。2005年4月、国際連合総会において核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が採択されている。2005年8月9日、アーヤ・トンラーのアリー・ハーメネイは核兵器の生産、備蓄及び使用を禁止するファトワーを発した。ファトワーの全文は ウィーンの国際原子力機関の会議で公式声明として発表された。日本の原発9.11アメリカ同時多発テロ事件の後、日本においてもテロへの備えから原子力発電所を含む重要施設に武装警官隊を24時間監視のために配備した。二千二年三月、厚生労働省は原子力関連テロや原子力事故を想定した緊急時における 食品放射能測定マニュアルを作成し、5月に各地方公共団体に送付した。厚生労働省は福島第一原子力発電所事故を受け、2011年3月17日、各地方公共団体に対し、このマニュアルを参照して、食品を検査するよう指示した。2006年には原子力委員会に原子力防護専門部会が新設され、原子力事故を のの視視点点だけでなく、事前防護の視点に対応した。原子力防護専門部会は日本における核セキュリティ確保についてまとめ、レポートを原子力委員会に提出している。2012年には原子力事故に関連する放射線量モニタリング部門原子力安全委員会原子力安全保安院を統合し、環境省の外局に原子力規制庁を新設。 日本の原発テロ対策には不備もあると言われる。日本の原発では、例えば数人のゴロつきが昼間に正面から突っ込んできた場合というレベルの訓練しか行われていないのが実情である。日本でも海上保安庁と警察の訓練は行われているが、IAEA、e、が懸念する原発作業員の出自の調査、採用は不徹底なので、 テロリストが人手不足の原発作業員に紛れ込んでもわからない。2012年6月には愛媛県の四国電力いかた原子力発電所で陸上自衛隊が愛媛県警察本部と合同で原発テロを想定した訓練を行った。福島第一原子力発電所事故以来大規模攻撃をしなくても主電源、補助電源の停電、冷却水路の閉塞により 炉心余裕を起こせることが表面化して、IAEA、e、や各国原発施設が原発施設侵入を懸念し、フランスアメリカ合衆国では、環境団体がフェンスを乗り越え侵入している。ありがとうございます。